九番台着きました。本当に磐梯山の真ん前だね、あれが磐梯山ですね、天気予報通り晴れてますけど、ここが道の駅磐梯です。一応初めて来ました。今日はですね、ここで車中泊をしてですね、で明日磐梯山登りたいと思います。はい、今5時半ぐらいですね。今ですね、車中泊仕様にちょっと中をですね、いろいろ敷いたり、詰めたりしましてですね、ちなみにこれね、運転席側なんですけど、これ前も動画でちょっと紹介したですね、換気システムの、これは数方ですね、網戸にしてます。運転席側を、網戸にしましてですね、で今度反対側ね、助手席方面なんですが、これもですね、以前の動画で紹介しました換気システムのファンですね、これが入ってる方です。これね、自分でも結構よくできたと思うんですが、多少の雨でしたら直接雨が当たることはないので大丈夫だと思います。ではですね、中をちょっと、本当はね、これ後ろは構想では開けないんですけど、ちょっと撮影のために開けますね。これはあれですね、銀マット、分厚い銀マットを窓の形に合わせてですね、くり抜いたものです。で中はこうなってます。これすべてこうブルーに見えるところはですね、銀マットの部分ですね。これでね、だいたい大人2人だったら余裕で過ごすことが可能です。ちょっと中入ってですね、電気つけてみますね。はい、お邪魔、ちょっと閉めます。一応ですね、こんな風になってまして、これがリアですね。でさっきリアのハッチを開けたところをご覧いただいたんですが、ちょうどこれもですね、前回尾瀬の三池で車中泊した時に作ったやつ、 LED のバーライトですね。これは、この内装の隙間にね、内装の隙間に滑り込む形で、結構スパッと入る。でここにですね、モバイルバッテリーね、これをつなげてあります。これのスイッチ入れれば、そこが光るんですけど、スイッチ、このスイッチですね、接点スイッチを入れてます。これはね、かなり本当明るいですね。でこっちもですね、こっちもありまして、これもモバイルバッテリーをつけてます。こちらもスイッチ入れます。おお、こんな感じでですね、この2つダブルでやると相当明るいですね。直接光が当たらないようにちょっと間接風で、角度を変えてあるんですが、こんな感じで中の、これも一応補助的にあるんですけど、これいらないですね。非常に明るく過ごすことができます。でこちらなんですけど、換気システムの話しました。これがね、吸う方ですね、吸うっつってもこれは吸ってくれないんで、基本的に負圧をかけなきゃいけないんですが、それをこれを回すことでですね、負圧をかけるようにしてます。でここにもモバイルバッテリーで仕込んでありまして、これですね、結構強力なやつ入れてます。でこうスイッチオンしますね。でこっちよく見てください。
音はですね、多分夜中になるとまあ耳障りなんでしょうけど、現在何ともうるさいという感じはありません。これポケット使ったんで入れときますね。結構ねいい感じで吸ってるんですよね。でね、こう手当てるとこっからの風が入ってくるのがよくわかりますね。確実にこっから吸ってですね、こっから、まあ、逃げてるというのがよくわかります。本当にね、これ真夏になったらこんなのやっても意味ないぐらい暑いんでしょうけど、まあ、換気という点ではですね、湿気を確実にこう取ってくれると思いますんで、非常に有効かなというふうに思います。本当ね、なんかね、長い運転で疲れてて、ずっと iPad でぼーっとしてて、夫婦でぼーっとしてました。昼いっぱい食ったからね、あれ変なかったってのもあるんだけど、プレモル、はい、乾杯。乾杯。待っちゃいましたね。カブママは氷結、はい、はい、はい、ありがとう。安いビール。道の駅行ったら売店が夜の8時で終わっちゃうんですけど、さっきね7時前に買い出し行ったらもうほとんど売り切れててね、いわゆるデイリーものね。でね、残ってたのか、これ山崎のショップなんですよ。要はコンビニ形式のやつね。でこれチーズハンバーグと、これね、これあ、これも山崎のおにぎりだよ。これ初めて食うかもしんない。50円引きで70円になった生たらこね。それとこれシーチキン、これも山崎だって。山崎すごいね。でこれが、あ、これもね、ハンバーグ、ハンバーガー、すごいジャンクのでなんか汁もないかなと思って、カップラーメンはいっぱい売ってるんですけど、ちょっとヘビーなんで、まあ買うままはじっくりコトコトのこんがりパンスープかな。で、オラは大好きなこれワンタンですね、マルちゃんのワンタンな感じです。ちなみにこれがね、まあ毎回おなじみなんですけど、僕の冷蔵庫ですね。これなんだっけ、氷結ってんだっけ、ロゴスのね、マイナス16度の太陽のフリーザーバッグですね。これね、山登りは当然こんなの持っていけないですけど、まあ車中泊だとこれはもうほぼ無敵状態の素晴らしいバッグですね。まあどうぞ食べて。はい、ありがとう。お箸とかあんだっけ？これなんだっけ？じっくりコトコトの、うん、なんだっけ？こんがりパン。ああ、そうだね。こんがりパンのかぼちゃ味、完熟かぼちゃポタージュ。へえ。これほんとね、昼間はね、昼間でもまあ感じたことは感じたんだけど、やっぱり夜になると冷たいのがスーッと入ってくる。まあそれだけね、空気の通りがいいということなんですけど。回ってるよねこれね。あ、回ってる回ってる、うん、
これはね、我ながらね、よく作ったと思う。おはようございます。朝焼けしてますね、あっちね。あっちが東ですね。今日も晴れるといいな。うん、非常にこれ素晴らしいですね。一切結露もねなくて